ピオ、どうも、ひなピオです。それでは本日も、蛇の命、続きやっていきたいなと思っておりますよ。いやどんぐらいの時 ?10 ヶ月ぐらいの時を経て、帰ってまいりました、蛇の命でございます。ですね、私のパソコンがですね、ちょっとブラウザゲームができない状態になってしまって、なんかカクカクしちゃってね、なんか通信状態もあまり良くなかったので、で、そんな状態だったので続きが取れなかったんですけど、配信とかも試みたんですけど、ちょっとプツプツしちゃってダメだったので、ちょっと新しいパソコン買うまで蛇の命続き取るの無理だなーって思ってたんですけど、今回ね、なんと、ダウンロード版が配布されましたので、これでちゃんとしたゲームができるということで、続きやっていきたいと思います。いやー、お待たせしました。で、配信でちょっと先までやったんですけど、まあ、あんまり内容も覚えていないし、なんか配信はちょっと今ね、限定公開にして、ちゃんと動画としてやっていきたいなと思っているので、その、パート5までかな、投稿したと思うんですけど、パート5のその続きからやろうかなと思っております。なんかね、データ残ってるはずなんだけど、あれ、なんか、中途半端でカクカクしてる状態だったので、なんか編集があまりうまくいかず、続きを投稿できないという状態が続いてしまいましたので、では、あまり長々と話してても仕方ないんで、じゃあ続きやりましょうかね。さあ、この矢印が大きくなりました。見やすいね。で、ナウローディング。で、セーブおしまい議論に戻るわよ。で、前に進めたところまでちょっと進みますね。ここまでやったんよ。そう、ここまでやったの。そうか、やっとわかったよ。その蛇探偵が言いたいのは、ドリルを装備した蛇自体をさらに人間が装備したってことなんだよ。このイラストが出てきて終わったんだよね。そう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 。人間が蛇を装着。面白い推理だ。ブラックドクターお久しぶりでございます。だがそれには蛇の協力者が必要になる。どの蛇が犯人の協力者だと言いたいのかね。普通のヘビ、大型のヘビ、毒ヘビ、協力させる必要がない。これは、多分死んだヘビを使ったんじゃないかっていう説が、濃厚なんじゃないかなと思うんで、協力させる必要がないじゃないですか?うん、オッケーオッケー。協力の必要がない?理由を教えてもらおうか。寝ているから、感電しているから、死んでいるから、これです、死んでいるから。そうだよ!先日に死んだヘビを使えば、協力なしでもヘビを武器にできそうだよ。では、蛇をドリル凶器として装備したとしよう。しかし7号室には鉄格子が設置されていた。つまり現場は密室ではないか。最後のバールで鉄格子を破壊。部屋の外から攻撃。壁の穴から攻撃。部屋の外から攻撃?ん?部屋の外から攻撃?これか?そうだよ、鉄格子には隙間があるからヘビドリルなら攻撃できるよ。ヘビ特化の毒制限も死んだヘビにとっては関係ないし。では最後にしよう。今回の殺人に必要な攻撃力は15。人間が犯人であればこの15は出せない数値だ。それをどう説明する?クリティカルヒットが出た。ヘビの攻撃力が加算された。クリティカルヒットなんていう概念があるの?いや、こっちじゃない?ヘビの攻撃力が加算された、じゃない?お、あ、よし、経験値入ったね。どうなんだろう?正しいことを言ってるのになんか、そんな感じが全然しないんだけど、うん。面白い推理劇だったが、土台から間違えているようだ。ドリルを装備したヘビを装備して、どちらの攻撃力も上乗せされるなどという都合のいい話はない。あ、そうなんだ。あ、ヘビと超電磁ドリルの攻撃力を合わさったやつを人間が装備するっていうのはできないんだ。
超電磁ドリル分しか加算されないっていうことで合ってるのかな。君の理論では二人三脚は個人走者より速いと言ってるようなものだからな。推理は土台から間違ってたみたいだよ。この事件最初から勝ち目がなかったようです。なるほどね。まあでもこれ以上意義も言っても仕方ないから、じゃあ意義なしかな。意義がないのならもうこの事件には関わらないことだ。一度自分がしてきたことを逆転の発想で考えてみるといい。蛇の推理で逆に事件が増え、蛇の弁護で逆に罪が重なる。これ以上犠牲を増やしたくなければもう事件に首を突っ込まないことだ。ちょっと待って、刑事の声どんなだったっけ。蛇だから首がどこなのかもわからないがな。ついに起こってしまった殺人事件。この事件を解決するには証拠品もレベルも何もかも足りなかった。旅館爆発まであと1日。そして呪いの旅館にはさらなる事件が待ち受けていた。翌日、夜が明けたよ。7号室のハンターの死で鉄格子が不要になったから8号室で再利用だ。ヘビ大型種はハンター殺害容疑で監禁することにしたよ。これはでも意義ありにしたいけどね、本来。だって、殺してないと思うもん、大型種は。だっておかしいもん、なんか殺してる場所が。ここで死んでるのにさ、感電してたのはここなんだよ。吹っ飛ばされたにしてもなんかちょっと距離がありすぎないかなって思っちゃうんだけど。意義あり。そうだよ、意義だよ。殺してないからね。証拠がいくつ出てるのだよ。証拠がいくつも出ているのだよ。余罪については今後追及するものとする。それにしてもまたあんたかい。懲りずに二度も殺しをするなどと。いや、どっちも冤罪だって多分。一度目は誤認逮捕だったでしょうよ。二度目も誤認逮捕だよ。本当だよ。誤認かどうかは関係ないよ。事件沙汰になった時点で旅館の名に傷がつくんだよ。いやー、ミミズの声忘れたんだ。久しぶりすぎて。ちょっと動画見返してきていいっすか。ちょっと、覚えてない。本格的な取り調べは明日行えばいい。こっちか。刑事の声はこんな感じだったな。なるほどな。ブラックドクターの声違いすぎちゃね。え、でも今の方がいい気がするんだけどな。まあ、いっか。あ、そうか、ムカデは若本さん風だったか。ミミズは？ミミズ出てこないわ。なるほど、ミミズはなんか肝オタみたいな声だったわ。そっちの心配かよ。蛇が死ぬのならとどららら。蛇が死ぬのならともかく、人間が死んだとなれば旅館の存続に関わるからね。いや、待てよ。人間が殺されたと言っても、あのハンター自身も殺人犯。処刑されるべき殺人犯が処刑されたところで旅館の汚名にはならないのでは？極論すぎないか？殺人犯と言ってもハンターが殺したのはヘビだけだ。知識の殺人犯じゃないからな。ヘビとはいえ尊い命を奪ったのだから処刑されるべき人物だったのよ。ヘビの命が尊いなら初っ端にヘビが死んだ時点で旅館の汚名だな。ヘビの命は軽いから死んでも旅館の汚名にはならないわよ。あれ？言ってることが矛盾しているな。ヘビの命が軽いならハンターの罪も軽くなるわけだが。殺しにヘビも人間も関係ないわよ。無限ループだ。なおクループさせる気だ、パパ。もう旅館の爆発まであと1日しかねえのに邪魔してる場合か。爆弾と扉の解錠は7770ゴールドを振り込むって条件だったな。それから鉄格子の破壊には最後のバールが必要。ムカデが5000ゴールドで売ってたね。ああ、その最後のバールだが、新しいビジネスを見つけたからもう不要になった。いらなくなった。ってことは。いや、特別に半額の2500ゴールドで売ってやろう。ただじゃないんだね。それに半額つっても、倍額からティーカになっただけだからな。最後のバールが半額になったところであなたのターンです。半額なら買う、買わない。ムカデが嫌いなので部屋に戻る。ああ、ムカデが嫌いなので部屋に戻ります。あ、推理レベル足りませんでした。ダメだよ。好き嫌いの問題で勝手に部屋に戻るのは相手に失礼だよ。ごめんなさい。
みんなムカデが大嫌いなのに我慢して居残ってるんだよ。勝手に帰るのは失礼なことだよ。その言葉も失礼なんじゃないかな。半額になろうがムカデからバールなんて買う必要ないよ。 ATM に7770ゴールドさえ振り込めば爆弾は止まるんだからね。そのお金は誰が工面するのよ。結局みんなで協力して少額ずつ出し合うべきだよ。それなら負担額が少ないからね。俺は1ゴールドたりとも出さんぞ。給料日前で金欠だから出せないな。130ゴールド程度なら出してやらんでもない。今旅館は財政難なんだよ。出せやしないよ。これじゃあ7770ゴールド集めるなんて到底無理だな。お、どうした？ヘビ従業員かっこシェフ、どうした？どのヘビだ。どれが従業員かっこシェフなんだ。真ん中のがヘビ探偵でしょ。他は？それに爆弾が解除されても玄関口のなだれ問題もある。3日で溶けるって話だったけど、あれから1日経過してるから、雪崩が溶けるのは2日後だね。経験値。そうだね。あと2日かかる計算だね。あと2日旅館に、籠城するとして、食料的には持つのかね？このままだと食料がギリギリ足りない計算だよ。ギリギリ足りないってことは、あと1回誰かが殺害でもされりゃ、ちょうど足りる計算だよな。演技でもない。もう旅館内での事件はゴリゴリだよ。それに凶悪犯はこうして逮捕されているではないか。もう事件など起こりませんよ。だったらちょうどいい。そこのデブヘビを今すぐ処刑しちまえばいいんだよ。一番食い意地張ってそうなのがいなくなりゃ、食料問題も一発解決だろう。なんてこと言うのよ。まだ冤罪の可能性だってあるでしょ。そうだよ。誤認逮捕のまま処刑はダメだよ。だったら足りない分はネズミでも食って過ごすかだな。あ、そこにネズミがいるよ。え、どこ？あー、いたいたいた、これか。この、なんか、消火器みたいなボタンの上。あ今退治するよ。そっか、ヘビはネズミに強いのか。てか、食べ物だもんね。ネズミはヘビにとって、食料だもんね。食料問題の次は衛生問題か？そのネズミ、ひょっとして。食材にするよ。命を粗末にしちゃダメだからね。ヘビと人間が共存する世界。だから、まあ、ヘビがネズミを食べるのは全く問題ないとは思うんだけど、人間もネズミ食べんの？いや、でもそんな話聞かないけどな、私は。おいおい、客にネズミを食わせるのか、この旅館は。うちのシェフは命を粗末にしない主義だからね。シェフの悪口言ってると、あんたもパスタにされるわよ。それじゃあ、旅館の看板メニューのシェフの気まぐれパスタって。シェフが気まぐれにいろいろな食材をぶち込むパスタのことだよ。こんな旅館から早く脱出したいな。確かに旅館にから出てくる食べ物がなんかネズミ入ってたらちょっとやばいよね。なんでこの旅館潰れないんだろう。話し合いが終わりそうです。何か発言しますか。発言しとこうか。話し合いはまだ終わりじゃない。話し合いはこれにてお開きとする。部屋にパスタ届けてね。最近どう。何も語らずかっこよく去る。最近どう。あ、どう最近じゃないんだ。気になるな。どうしよう。最近どう。今は同最近派が勢力を拡大してるんだから、最近同派は出てきちゃダメだよ。アウェイだよ。なんだ、ごめんなさいね。なんか、マイナーな方なんだね、これは。最近同派は、結構、少数派だから、隅っこに追いやられてるんだね。隅っこに追いやられてるパターンの最近同派なんだね。解散しました。部屋に戻ります。はい。旅館内を自由に移動できるようになりました。行き詰まったら近くの電話機を利用してね。ああ、了解しました。で、じゃあ一回セーブして、さて、これ何？これネズミ？ネズミがその辺をうろちょろしている。はぁ、経験値もらえるんだ。戦ったり食べたりすると。いや、別に無理して戦う必要ないでしょ。で、どうする？どこを回る？こんにちは。食べたり飲んだりすると食欲が自動で消費される仕様だよ。
リンゴやジュースなどのような消費量が記載されていないものでも食欲がずー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 が要注意だよ。すごい今日噛むね。あのね、これの実況の前にちょっと小暮しの実況撮ってたからさちょっと噛むんですよね。お腹いっぱいになると飲み食いできなくなるからトイレに行ったりするしかないよ。それと薬草ポーションは食欲を消費しない上に推理パート中でも使用できるから貴重だよ。なるほどね。 ありがとうございます。経験値までありがとうございます。美味しいっす。で、はい。あのハンターの客が死んじゃったら放火と監禁の動機が謎のままだよ。確かに。これ何？メロンソーダ。別にいいや。半チャーハンがある。半チャーハン、あ、今は別に HP マックスだからいりません。で、あー、しまっちゃった。ハンターいないけど、ハンターいないっていうか、ハンターはもう死んだけどね。君は忖度という言葉を聞いたことはあるかな。よく言えば思いやり、悪く言えば親切の押し売りのような使われ方をされているようだ。あ？なんで急にその話してきたんだ、ブラックドクター。忖度っていう言葉がこれから重要になるんだろうか。この旅館は過去にも蛇が殺されている事件が起きていたが、人間が殺されるのは初めてだよ。なるほどね。こんなところにまでちっちゃい蛇入ってきてるけど大丈夫なんですか？捜査の邪魔になりませんか？で、まあここは入れないでしょ。最後のバールはまあお金貯めないと無理だな。で、ここには人今誰もいない。これなんだ。青リンゴがある。なるほど。青リンゴ別に今はいいかな。なんかめっちゃ金あるじゃん。ちょっと待って。欲しいっす。欲しいっす。ここも別に何もなさそう。人も別にいなさそう。ヘビ撃退マシンだ。戦いますか？戦う。はい。ヘビ撃退、戦う。で、金をもぎ取る。50ゴールド、50ゴールド。50ゴールド、100ゴールド、100ゴールド。80ゴールド、やったぜ。美味しい。これは別にこの中には何もなさそう。あー、しまっちゃったーん。で、ちょっと今 HP 半分以下だから、半チャーハン食っとくか。メロンソーダではありません。HP が半分以下なら HP も10回復。オッケーオッケー。これ、経験値も1000もらえるし、HP も10回復したし、いい感じですね。あらららら。なんか、クリック操作があんまりうまくいかないわ。で、操作の記録、セーブ、逆の、こっち側いけんのか。あ、いけるようになってんね。で、もうなんかさ、配信でやったはずなんだけどさ、全然覚えてないわ。雪崩はだいぶ奥まで続いてるよ。下手に刺激するともう流れ、もっと流れ込んでくるからうかつに手を出せないよ。なるほど。雪崩だ、衝撃を与えるの危険そうだ。腕力別にないからな。腕力今別にないよね。腕力ゼロだね。スキル割り振りってどこでするんだっけ？違うな。あ、そういえばなんか SE でかくなかった？ちょっと SE 調整したいわ。これくらいでいいかな。この旅館のお土産屋は実用性重視だよ。買い取りもやってるよ。換金アイテム別になかったわ。操作の記録は別にしなくてもいいんだけど、これは何？ピザ？ピザは、最大 HP プラス3。へー、なるほどね。まあ、別に今はいいからな。で、これは？カレーだ、食べますか？うわ、40も使用するけど、経験値が2000ももらえるのか。ちょっと欲しいけど、こっちは、これは何？研究レポート。知識が、高いほど獲得経験値が上昇。へぇ。スキル割り振りしたいんだけど。あ、ここか。オッケーオッケー。今レベル9だから9個割り振れる。あら。あ、15くらいは無理だったわ。で、こっちもいける？あ、いけるね。もう何？あら、ヘビ撃退マシンちゃん。はい。ナンバーロック。1000の位と100の位が同じ時のみ解除可能。へぇー。じゃあもうちょっとお金貯めれば、あ、今いいんじゃない？今開けられるんじゃない？どうすか？ナンバーロックで解除。やった！ほら警察の押収品だ。
さっさと売店して換金してしまおう。はえいいのそんなことして。ビールだ。飲むにはレベルが20必要だ。へえ、HP プラス20。別にいらないわ。で、ここです。あ、ここでも操作の記憶ができる。で、ここって誰の部屋なの？あ、これあれか。刑事の部屋か。なるほどね。ここにミミズがいるのはなんでだろうね。はい、どうも。なんだこの旅館は、客室よりも従業員の部屋の方が少し広いじゃねえか。確かにね。一個一個結構狭かったよね。1から9までの部屋って。ここは？あ、入れさせてくれないの。ここドクター X、ドクター X じゃねえ。間違った。ブラックドクターの部屋だろう。なんか、それっぽい、なんか薬品みたいなの置いてあるし。ここは何の部屋？別に何もない。青リングがある。青リングは別にない。あーはーん。扉がよく閉められます。で、ここは？これは何？メロンソーダ、別にいらないね。こっちに行きたいね。こっちは何？あ、部屋入れるじゃん。どうも。お金ください。100ゴールド。70ゴールド。別にここからも何かない。これは何？薬用汁がある。まずいので飲むのにはレベルが、レベルが30必要。へぇー。HP 全回復。はぁ、なるほどね。まあ、代償はつきものだみたいな。レベル貯めなきゃいけないんだ。まあ、ね、青汁飲むことはねえだろうな。これ何？プレミア効果だ。500円で飲んで。へぇー。これは何？あ、これは別に調べる。あとは特になさそうだね。あとは食堂と、ここ、温泉。温泉にも行こうね。温泉の準備がやっと終わったよ。わからないことがあったら、そこら辺の電話機を利用してね。わかった。温泉に来ましたが、もう死体はなくなってるね。温泉の開始時間が遅れていたよ。へぇ、え？ちょ、話しかけられない。温泉の開始時間がやたら遅かったよ。温泉の利用開始時間に、温泉の利用時間に厳しい割に、旅館側は時間を守ってないよ。ポイズンスネークはちょっと高めの声にしてたような気がしますね。で、この辺はなんかあるか？これケーキだな。ケーキ、回復量、こう、レベル数、1しか回復しねえじゃねえか。ミルクがある、飲みますか？レベル5以下なら経験値プラス5、100。じゃあ、レベル5以下だから、飲もう。これで全回復だね。で、操作の記録しまして、この辺、これ何？これ上行けんじゃね？上、あー、なんか上行ってる人がいる。え？こう上行けちゃうんだ。ちょっと待って、ポイズンスネーク、ちょっとそこ避けてくんないかな。そこ避けてほしいんで、壊すが。壊すけど。こっちも行けるんだ。あ、なんかある！凶暴なネズミだ。戦う。これ何？あ、プレミア効果やったぜ。ポイズンスネーク、そっちに行ってる間に、こっち行っちゃおう。ここから取れるんじゃない？これ。これもプレミア効果でしょ。オッケーオッケー。で、ここから降りるのか。なるほどね。へぇー。戻って。あ、ここにムカデがいるんだ。どうも。最後のバル、今なら半額で売ってやろう。あー、値切り交渉ができるようになってる。けど、値切り交渉しても買えない。値切り交渉マイナス500、知識レベル20以上。なるほど。足りないね、どっちにしろ。こんにちは。この旅館は呪いの噂が絶えないのに客が集まる理由ってわかる？この旅館には三大名物があって、温泉と気まぐれパスタと、あともう一つは忘れちゃったわ。呪われた旅館の噂じゃない？違うかな？ここでは何か買えるわけじゃないのか？あ、現在利用できません。そうです。パスタは一人一個までだよ。好きなのを選んで食べてね。気まぐれパスタだ。経験値上昇タイプ。へぇ、5000経験値。これは ?HP 回復型。あ、別にこれはいいかな。最大 HP、食欲最大値5ずつ上昇。へぇ。で、これは腕力、知識、推理が一時的に10ずつ上昇。へぇ、なるほど。あ、これで500ゴールドで、ムカデのバールを買うことができるのか。食欲回復型。はぁ、なるほどね。食欲40を消費して食欲100が回復する。なるほど、へぇ。別にトイレまだ使ってないし、いいか。ってなる
経験値かな。経験値上昇タイプ。いいじゃないこれで。オッケーオッケー。で、ああ、凶暴なカエルいりません。進めないじゃん、ちょっと。凶暴なカエルのせいでそっちに進めないんですけど、まあ、一旦話しかけるか。食べ物はどれも命で作られているから、食べ物を粗末にはできないよ。なるほどね。いや、でも、いい心がけだと思うわ。だって食べ物を大事にしない人は、ダメよ。ご飯粒とかも私絶対残さないもん。もうカエルは邪魔なのよ。カエルくん避けて。頼むよ。ねえ、避けて。カエルくんカエルくん、ハマってるもしかしてそこに。あの、カエルくん、そっち行きたい。そっち行きたい。ああ、行ってくれた。そのまま。そうそう。で、ここはあ、ここバールで行けるんだ。ここの先は行く必要ない。なんで？なんかとりあえず売店でなんか買えるものとかあんのかな？そのムカデから何かもぎ取る前に。換金アイテムまとめて換金。お、4000ゴールド？あれ？あ！やべ！あ、いいのかな？まあ、換金、さっさと換金しちまおうって言ってたけどさ。あれ、売っちゃってよかったのかな？簡単に。まあ、いいか。アイテム購入。バール買っとこうか。一個。消火器は何？邪魔な日。へぇ。ポーション。薬草。まあ、ポーション買っとこうか。一個ぐらい。あれ？あれ？あ、変えてたのか。変えてないと思ってなんか二個買っちゃったわ。これで戻って。はい、じゃあまあ一通り探索したんで、まあお金貯まったし、ムカデから値切り交渉して、バール買いますか。知識レベルが20以上にはちょっとできなかったので、1500ゴールドで買いましょう。毎度と。商品の最後のバールだが、俺の宿泊部屋のスクラップの中にあるから、自分で探してくれ。こんな形だからすぐ見つかるはずだ。6号室だぞ、間違えるないよ。え、バールってこんな形なの？違う、え？最後のバールってこういう形なんだ。なんか、ロケットランチャーみたいな形してる。で、ムカデの部屋から取りに行けばいいんだね。オッケーオッケー。で、はいはいはい。あ、閉まっちゃった。閉まっちゃったよ。はいはいはい。なかなか入れないわ、これ。で、最後のバールを獲得しましたと。さらにスクラップの中から紙切れのようなものを発見。ん？ウォンテッド。100万ゴールド？ 100 万ドルかな。これなんか指名手配みたいな紙かな。なんかすごい安っぽい紙だけど。これなんだろう？ヘビじゃないよね。コブラ？違う、アツチノコ？土の子かな？幻の蛇って言われてるもんね、土の子って。なんだ？大変だ！事件だ！大浴場で殺人事件が起こったらしい！またなの？あれ？そうだよね。だって前、大浴場で蛇殺されてた事件が起きて、それはハンターだったもんね。だってね。再び事件が起こってしまったところであなたのターンです。至急大浴場に向かう。ここであえて部屋に戻る。部屋に帰ってリモートで推理。これやりてえ、リモートで推理。あ、ダメだった。ダメだよ、すぐに流行に飛びつこうとしちゃう。ごめんなさい。至急大浴場に向かいだまだった。はい、わかりました。ああ！思い出したわ。そうだそうだ。大浴場で、新たに、これ、6の文字で、みたいな話だよね。死んでるよ。今回も大浴場だよ。入浴中に殺されちゃったみたいだね。凶悪犯は逮捕されたんじゃなかったのかい？まあ、ちょっと、刑事だったわ。まあ、凶悪犯が単独とも限らんしな。まあ、死んだのが人でないだけ不幸中の幸い。また言ってるよ、このおかみさんは。って、この蛇、うちの従業員じゃないの！あ、そうなんだっけ？従業員の蛇がやられるんだっけ？あれ？そっか。あ、シェフか。なるほどね。キッチン担当のヘビシェフだよ。シェフが死んじゃったよ。
従業員とはいえ、たかがヘビだろう。それにヘビの従業員なら、もう一匹残っているだろう。気まぐれパスタを作れるのはシェフだけなんだよ。もう一匹のヘビ従業員とは違って、シェフは貴重な人材だったのよ。ひどい割れようだなぁ。かわいそう、ヘビ従業員。残された方が、なんか役立たずって言われてるみたいだね。とにかく、死因の調査を頼んだ。おいおい、また数字遊びでもする気か？もうゲーム感覚で操作してる場合じゃないぞ。数字よりも死因で示せよ。今回はやけにムカデが張り切ってるわね。あ、そうだね。やっぱムカデだったんだっけ、犯人。殺した犯人が許せねえんだよ。いくら蛇の命が軽いからと簡単に殺しやがって。いや、絶対ムカデこんなこと言わないよ。だって、なんかクソ蛇とかクソムカデとかしかいない、なんか最悪な旅館だぜ、みたいなこと最初ね言ってたじゃん。私覚えてるよ。死因が解析されたようだ。被害者のシェフは毒殺されているようですね。第一発見者は誰かね？そこにいるポイズンスネークが第一発見者だとよ。被害者のシェフとは一緒に温泉に入ってたよ。え？一緒に温泉に入ったの？従業員と？どういうこと？別に夜でもないのに。あ、夜なのかな今。確かヘビは2匹まで同時に入れるのよね。一緒に入っていただけで突然シェフは死んじゃったよ。死んじゃったって言っちゃった。死んじゃったよ。いやでもヘビはね、殺さないと思うんだよね、ヘビを。ポイズンスネークはそのポイズンが、ね、毒持ってるから毒で殺したみたいになるのかもしれないけど。でもヘビはそんなことしないと思うし、まあ、可愛いから、そんなね、疑いたくないというか。被害者とポイズンスネークが2匹でニューヨーク。死因は毒殺。あれ？あ、毒殺って言ってたっけ？あ、そっか。あれ？もう答えは出てるじゃねえか。犯人はポイズンスネークで確定のようだ。今回の事件は秒殺だったな。殺してないよ。本当だよ。それに被害者の方から一緒に温泉に入ろうと誘われたんだよ。おかしいよね。でも実際従業員が一緒にお風呂入りませんかってさ言うってすげえ変なことだけど、でもなんかポイズンスネークに異議を唱えちゃったらさ、なんかあれよね、さらに疑いが向いちゃいそうじゃない？別に私ポイズンスネークのこと疑ってないんだけどな。なんかムカデが張り切ってるし、なんかね、死んでる時の姿が6だからムカデなんじゃねっていう単純な思考だけを覚えてるわ私。どこまで配信進めたか覚えてないけど、なんかそういう考えにたどり着いてたような記憶がある。だから、異議なしにしてみよう。被害者から誘ってきた？それはおかしい。ああ、私が異議を唱えなくても、刑事が異議を唱えてしまうんだね。なるほどね。被害者はシェフ。つまり旅館の従業員なのだよ。従業員が客を誘って仲良く温泉。やっぱ変だよね。そんな旅館あるものか。まさに死人に口なしとは言ったものだ。ほんとだよ。従業員の方から誘ってきたんだってば。うちの旅館の教育が行き届いてないみたいじゃないの。それにうちのシェフは料理で忙しかったのよ。まあそうだね。あれ、キッチンにいたもんね。温泉なんて入ってる暇ありゃしないよ。そういえば食堂でパスタを大量に作ってたわね。ほんとにシェフから誘われたんだけどな。どう考えても誘ったのはポイズンスネーク側だろう。そしてヘビ従業員のシェフを温泉内で毒殺したわけだ。俺は異議なしにするわけにはいかないよね。矛盾してるんじゃない？何が矛盾してるのかちょっとわかんないけど。矛盾してる。あ、はいはいはい。温泉内で毒殺。何が矛盾しているのかね。あれよね、温泉になんか回復効果みたいなのあるんだよね。どれだ、あ、これこれこれ。温泉に HP 回復効果。温泉には微量の HP 回復効果がある。これでしょ。これで死ぬのはおかしいよね。え？あれ違った。間違ってたので3ダメージ受けました。温泉の効果で毒に関する、あ、解毒作用があるだ。そうだそうだ。解毒作用があるはず。これだ。間違っちゃった。そうだよ。温泉には解毒作用があるはずだよ。解毒作用がある温泉で毒殺するのは理論上不可能だよ。しかし、死因は毒殺で間違いない。この温泉からも解毒作用どころか、真逆の毒の成分が検出されている。
要するにポイズンスネークが出した毒が温泉の解毒作用よりも強かった。ホコタテのうちのホコが勝っただけの話だよ。その毒情報その毒情報は本当なのかな。うちの温泉の解毒作用がヘビ一匹の毒に打ち負けるはずないよ。嘘だと思うならその温泉に入ってみればいい。ヘビ従業員が危険な温泉に入ろうとしています。代わりに入りますか。え、どうぞどうぞするか。どうぞどうぞ。じゃあ入るよ。押しちゃダメだよ。押す、押さない、代わりに入る、押さない。押しちゃダメだよ。押さない。絶対押しちゃダメだよ。押します。落とされたよ。毒に侵されたよ。ごめんごめんって。毒に侵された時は温泉に入れば治るわ。いや、その温泉に入ってるんやって。その温泉そのものが毒に侵されてるんだろうか。毒の治療には解毒剤が必要だよ。誰か解毒剤のお持ちのお客様。そんな都合よく解毒剤なんて持ち合わせてる人いるわけ。ちょうど解毒剤を持っていたところだ。あ、解毒剤と毒瓶をすり替えたみたいな話だったんだっけ。あれ、え、ん、あ、ん、え、でもどうやってだ、何がどうなって、すり替えたからどうなるの。あ、なんか忘れてる気がするな。500ゴールドで売ってやる。そこの探偵のヘビが買うべきよ。うちの従業員を突き落としたんだからね。ただでさえ従業員が一匹死んだばかりだというのに危険なことさせて。すいませんでした。無理やり解毒剤代を払わされました。あ、こうなるんだ。なるほどね。毒が治ったよ。危なかったよ。ん？この解毒剤。そこまでだ。これで温泉に毒が混入していると証明されたろう。その毒を混入させたポイズンスネークを容疑者として事情聴取する。解散しました。ああ、そっか。ちょっと一回飲み物飲みますね。なんかヘビ従業員じゃなくて、ポイズンスネークが疑われちゃったところなんですが、今回はじゃあここで終わろうかなと思いますよ。ご視聴ありがとうございました。なんだっけな、なんか重要なこと忘れてる気がするんだけど、毒瓶と、解毒剤をすり替えたっていうのは多分合ってるはずなんだけど。ん？でもすり替えたところで何がどうなってシェフが死んだのかがわからない。あれなんだっけ？覚えてねえなぁ。はい。まあなんかこういう風にね、忘れっぽいところが、まあなんか初見っぽい反応ができてるんで、いいんじゃないでしょうか。だからどこからが初見で、どこからが初見じゃなくなってるかがね、わかんないのよ、私。もう全部初見の気持ちでこれからもプレイしていきたいと思ってるんで、よろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。おつぴよでーす。